日本にあった海運会社。神別航路に就航する旅客船運航会社で設立当初は瀬戸内海汽船と宇和島運輸の共同出資会社だった。晩年は瀬戸内海汽船の完全子会社だった。阿蘇広島別府航路は神別汽船が就航する以前より1923年から大阪商船により就航。 1942年の関西汽船設立に伴い運行移管。第二次世界大戦が悪化により運行休止する1945年6月まで運行された。第二次世界大戦後は1949年から関西汽船が宇和島運輸より宇和島丸を借り入れて運行再開。奇数日は大分発、多摩数日は呉、広島発と、 確実就航していた。その頃、広島大分間の移動は時間がかかる鉄道利用が主流であったが、利便性向上のために、1952年1月に瀬戸内海汽線が道航路への就航方針を決定。1952年2月に、奇数日は、呉、広島発、多摩数日は大分発にし、立花による就航申請を行った。その後、 就航予定線を鶴見に変更する申請を行い、船舶変更承認もうやむやなまま、関西汽船と協定を結び、1953年4月より、瀬戸内海汽船による運航を開始した。鶴見による運航に対し、抗議などの申し入れがあったが、運航を継続。1955年3月の協定終了に合わせて、関西汽船の撤退及び航路を、 宇和島運輸に移乗し、返還された船により運航することになり、改めて協定を結び、後に神別付汽船設立につながることになった。1955年6月以降、瀬戸内海汽船と宇和島運輸による確実運航に移行。1963年8月より、相互運航に移行し、1日2便運航した。1965年以降、運航船。 鶴見の老朽化と小型化の問題により、両者一隻ずつの小型船の運航から、一隻の1500トン級フェリーの共同運航をする案を模索。運航会社についても、新会社設立による遺憾を検討し、1968年に共同出資による新会社設立と、新船建造が決定した。1970年2月26日に、鉱別汽船を設立。 当初の資本金は5000万円で、瀬戸内海汽船と宇和島運輸が50%ずつ出資した。その後、同年8月に増資を行い資本金は1億5000万円になった。新造船と航路名は一般公募され、船名、阿蘇航路名、ハニーラインが1970年6月30日の中国新聞で発表された。新船導入で、 輸送計画を大きく上回る乗客が乗船し、積み残しが発生。二隻目の建造と建造までのつなぎとして、長浜、上野関フェリーより長浜を借り入れて運航した。1974年に二隻目の旅客船鶴見を建造。それに合わせて同年6月に資本金を2億円に増資した。鶴見は呉を経由せず、 広島別府間に就航した。しかし、オイルショックによる旅客数の低迷で、1975年に、鶴見は日本カーフェリーに売却され、その後しばらくは、阿蘇一石による運航になった。1989年4月20日、ユブが就航。クルーズ性を高め、クルーズフェリーと称された。1995年11月30日に、 宇和島運輸所有分の株式を瀬戸内海気船が取得。瀬戸内海気船の完全子会社になった。しかし瀬戸大橋の架橋やバブル経済崩壊による不況の影響などより、1995年以降は赤字状態に転落。1999年5月31日で運行終了。船員は同月末で退職した。その後、同航路を ソレイユエクスプレスが2001年から2004年まで高速線で運行していた。ソレイユエクスプレス運行終了後は、広島、徳山別府、大分間を運行する高速路線バス、別府ゆけむり号が代替する形となっていたが、こちらも2017年をもって路線休止となった。ありがとうございます。